いつもご視聴ありがとうございます。今回は SMBC 日興証券争奪戦攻略、こちらをやっていきましょう。常に最善の方法を探して、さまざまな方法を使って実証実験を繰り返してきました。ここである程度有効性が確認できた、そのような方法について発表していきたいと思います。動画が非常に長いため、前編と後編に分けさせていただき、今回は前編としまして、主に朝5時の早朝争奪戦に絞ってお話ししていきますね。内容はこのようになっております。まずは狙うべきタイミングや在庫の追加パターン。今回は前編ですので、朝の5時を狙う狙い方について、動画の後半では実際に実演争奪戦としまして、実際の争奪戦に参加した時の録画を使ってお話ししていきます。朝だけでも非常に有効性が高いため、ぜひ最後まで見ていてくださいね。後日後編では夕方に絞ってお届けしていきます。こちらでは勝負を決めるタイミングの狙い方や複数銘柄を同時に狙う方法まで解説していきますよ。それでは行きましょう。はじめに SMBC 日興証券では今後取引パスワード導入が決まっております。 SBI 証券のようにパスワード入力が必要となります。ただ導入されたとしても、コピペか SBI 証券のように保存しておける、どちらかは有効なはずですので、この方法が使えるはずです。万一有効性が失われたと判断した場合、新しく実証実験を行います。さて、 SMBC 日興証券の在庫追加には狙うべきタイミング、高確率で取得できるタイミングがあります。朝の部として、月曜日から金曜日の早朝5時から、ここでは主に人気銘柄、株数の多い銘柄をピンポイントで狙っていける、そのようなタイミングとなります。朝の部ではタイムラグ、フリーズはありません。見つけたらそのまま取りに行けます。夕方の部では月曜日から金曜日の夕方17時から、ここでは全ての銘柄にチャンスがあり、レア銘柄確保のチャンスです。ただタイムラグがありフリーズが多発します。平日でも17時直後は必ずフリーズします。実際には朝5時1分から10分くらいまでに段階的な追加が行われることがあります。これは素早くその銘柄に入っていくしかなく、争奪戦とは言えないため、ここでは朝5時に狙う場合を取り扱っていきますね。朝の部では曜日ごとに期待度が大きく異なります。全体的な競争率は低く、狙いさえ間違えなければ取りやすいと言えます。むしろ朝だけでも仕上げられるレベルに取りやすいです。金曜日は最も期待できる朝です。エラー落ちが多く、特に人気銘柄は高確率で落ちてきます。エラー落ちとは、今週中注文の際値幅制限を超える差し値注文が入っている状態で、金曜日の深夜2時を超えたことによってエラー扱いとなって注文が失効した状態です。注文忘れや諦めた場合など、このエラー落ちが多く出てくるのが金曜日の朝です。月曜日、こちらも意外にも期待できます。ここでは金曜日ほどではないものの、今週中での確保も狙えます。週明けなのでライバルも少ないと思われます。それ以外、ここではさほど期待できません。出てきても少量で、場合によっては成り行きでの確保も検討すべきでしょう。指し値を入れている時間はありません。朝の特徴として、開幕した時点で在庫は見えていない、これが大きな特徴です。つまり見えていないところから探っていくことになるので、狙いが良ければ一番乗りできる可能性が高く、高確率で取れるというわけです。裏を返せば、狙いが悪ければ一向に取れないということにもなります。つまりどのような銘柄をお気に入りリストに入れているかで、ほぼ勝負は決まるということです。そしてどの銘柄に最優先で入っていくのかで差がつきます。魚のいないところで釣りをしても絶対に釣れませんよね。なので魚がいる、在庫追加がある銘柄に釣り糸を出していかなければならないわけです。朝の場合、
追加の期待が持てる銘柄はある程度予測可能です。誰もが知る人気銘柄であること、これは例えばスカイラーク、トリドール、マクドナルドなどが当てはまります。このような銘柄は株数が多い可能性が高く、それだけエラー落ちが期待できます。そして直近で大きな在庫追加のあった銘柄、これは人気銘柄であっても可能性が高まります。それだけ多くの人が確保していたということは、エラー落ちや諦める人が出てくる可能性が高まるからです。その月を代表する銘柄、これは銘柄数が少ない時に当てはまります。銘柄数が少ない時の月を代表する銘柄は、株数がかなり多いことが多く、その分確保している人が多いであろうことから、エラー落ちが期待できます。例えばコスモス薬品や神戸物産などがあります。ここでめったにお目にかかれない激レア銘柄を狙ってもほとんど意味がありません。そういった銘柄はそもそも取っている人が少なく、エラー落ちが期待できません。魚がいない激レア銘柄ばかりを狙っていれば、当然結果は出ません。朝は在庫数が見えていない状態ですので、魚さえいれば、つまり在庫さえ狙い通り出てきていれば、かなりの高確率で取ることができます。当チャンネルでは毎週更新の動画で、朝が期待できそうなどたまに言っていることがありますが、そういった銘柄は先ほどの条件に全て当てはまっている銘柄のことが多いです。また朝の部では、現時点ではスマホが有利です。スピードが重要になってきますし、PC の処理速度を必要としません。ここからは手順を説明していきます。まずお気に入り銘柄を設定しておきます。この銘柄選びでほぼ決まるため、これが出そうとか、これは出るかもしれない、ある程度期待できる銘柄を固めておいて、最優先で入る銘柄を決めておきましょう。特に銘柄数が多い月ほど、この選定で大きな差が出てきます。魚のいるところを狙いましょう。5時になったらログインを試します。有効になる時間、秒数は日によって異なります。このシステム切り替え表示が出た場合、絶対に先に進んではいけません。この表示が出なくなるまで飛ばして1からログイン、これを繰り返します。ログインできたらすぐに銘柄に移動し、あらかじめ決めておいた1番手銘柄に入っていきましょう。ここで金曜日の朝ならば、すべて成り行きで注文していきます。金曜日に今週中は意味がありません。それ以外なら出ている株数に合わせて戦略を変えていきます。株数が比較的多いようなら、今週中での確保を目指す。100や200といった少数なら、週の途中でも成り行きで確実に取りに行きます。木曜日朝ならば、コスト差はそこまで大きくないので、成り行きであえて狙っていくというのもありです。指し値を入力するのは時間がかかるので、成り行きがスムーズに確保に持ち込めます。1番手銘柄が狙い通り取れたら、2番手、3番手と探っていって、取れるものは取っていく。この時点で実行するかどうかは考えなくてもいいです。取れるものを取ってから、やるかやらないかを決めればいいのです。一通り狙い方を理解していただいたところで、実際の画面を見ながら実演で動きを見ていただきましょう。今回は3パターン用意しました。金曜日の朝にどんどん取っていく形、平日に株数を見て今週中確保を狙う形、平日に100株しかなく即座に成り行きで確保していく形。それではどうぞ。5時になりました。ログインを試します。この表示はダメなので飛ばします。入れました。ここからあらかじめ決めておいた1番手銘柄に迷わず入っていきます。在庫が出ているので成り行きで確保です。
2番手はすでに先回りされていました。次々行きます。うまく当たればこのようにどんどん取っていくことができます。これができるのは金曜日の強みです。お気に入り銘柄の上から順に攻めていくとよりスムーズでしょう。次は平日です。5時にログインを試します。これが出たので飛ばして再ログインです。今回は2回で入りました。迷わず今回狙いの銘柄を目指します。狙い通り、ある程度株数があるので今週中で確保です。無事確保に成功しましたが、一応他の銘柄も回りましょう。平日は週末よりも早い時間にログインできることもあるため、金曜日以上にこまめにログインを試しましょう。最後も平日です。在庫が薄くなり始めた時期ですね。5時にログインを試します。入れたら素早く目標に行きます。100株しかありません。この時点で週末ではなくても成り行き一択です。早朝はたった100株でも確保できる可能性があります。あとは他の銘柄も一応確認しておきましょう。掘り出し物があるかもしれませんからね。いかがでしたでしょうか。今回は早朝争奪戦、ここに絞ってお話ししていきました。早朝は夕方以上に起きることさえできれば誰でも平等に参加できる時間です。ぜひチャレンジしてみてくださいね。次回は後編、夕方の攻略をやっていきます。そちらでは狙うべき秒数や複数銘柄を取る戦略など、勝ちにくい夕方を少しでも勝ちやすくするための情報が盛りだくさんですよ。ぜひ次回の後編も見てくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。